どうも皆さんこんにちは、サトルです。今日はムベのシャツをご紹介しようというふうに思います。はじめに特徴についてお話しした後、実際に着てご紹介しようというふうに思います。ルエベというブランド自体は1872に設立された、レザーが有名なスペインのラグジュアリーブランドになりますけれども、2014年からクリエイティブディレクターにジョナサン・ランダーソン氏が就任して以降、パズルパックだったりとかフィッシャーマンデニムとかですね、結構今でも人気なアイテムとかがリリースされて、かつジェンダーレスなアイテムとかも多く出ているところからは男女にも問わず人気なブランドになっております。で、今日ご紹介させていただくのはこちらのシャツになるんですけれども、名前がジャガードオープンカラーシャツというものになりまして、サイズは39というサイズで、価格はだいたい8万5000円ぐらいになります。シーズンは2021年の秋冬シーズンになっております。特徴は3つお話しできればというふうに思うんですけれども、まず1つ目は色味になります。一見すると、まあ、白っぽいというか、若干こうストライプが入っているような、まあ、シンプルなシャツかなというふうに思えるんですが、ストライプ自体もですね、近くで見てみると結構いろんな色が使われています。糸の色としては、まあ、白と水色、あとは紺色という4種類が使われているストライプシャツになりまして、結構まあブルー系が中心ではありつつも白が結構多めに出ているので、爽やかな印象を与えてくれるようなシャツになるかなというふうには思います。秋冬シーズンに出たシャツではあるんですが、まあ、どちらかというと結構爽やかな印象の方が強いかなとは思うので、シンプルなストライプかつお白を基調としているような、まあ、爽やかなシャツについては、まあ、春先であったりとか夏のシーズンにはかなり着やすい色なんじゃないかなというふうには思います。で、2つ目の特徴がジャガードになります。ジャガード生地自体は布地に模様を上から印刷したプリント生地っていうものとは違って、デザイン自体が生地に織り込まれているような織物のことを言います。で、真っさらな生地にこうプリントするのとは異なって、模様を直接こう編み込んでいくので、まあ、生地自体にちょっと厚みが出て、まあ、立体的になるというのが特徴になってます。で、先ほどは糸の色についてお話ししたんですけど、近くでよく見てみるとですね、例えばこの辺とかもロイベというふうに、まあ、筆記体みたいな感じですけど、これでアルファベットで書いてあります。さまざまなところにロイベ刺繍がこの紺色のところで分かりやすいと思いますが入ってます。腕の部分とかもそうですね、ここもそうですし、コインも入ってます。で、いろんなところにロイベってあっていて、この紺色の糸とかはジャガードリのような形で若干浮き出ているような形というようなものになります。で、一見すると紺色だけなんですけども、よく見るとですね、例えばこの辺とかですね、水色の糸でもロイベっていうように入ってたりしまして、まあ、主張は激しくないんですけれども、それぞれいろんなところにロイベらしさも入っていると。後ろ側も同じですね、至るところにこうロイベと紺色と、あとは水色の糸で刺繍が入っているというところがかなり特徴になります。まあ、こういうデザインあると思ったらプリントっていう感じがするんですが、内側見ればわかるんですけど、ジャガードっていうこともあって、ちゃんと糸がですね、下から編み込まれているというところで、表から見てアルファベットでロイベって入っているところの裏側にはちゃんと糸が浮き出るような形で使われているというところがかなり特徴になるかなというところになります。ブランドもでありがちなのが、やっぱりこうロゴがバーンと出たりとか、シャツのこの背中の部分とかにガンとロイベって入ってたりとかですね、まあ、そういったデザイン結構多いんですが、このアイテムはどちらかというと、まあ、見た目自体はシンプルで、ただよくよく見てみると至る所にロイベっていう風にたくさん入っていると、かつそれがプリントとかじゃなくてちゃんとジャガードで織り込まれているっていう部分がアイテムの特徴になってくるかなという風には思います。で、ロイベの公式サイトで見ると、確かこのシャツアナグラムの刺繍がされていたんですが、まあ、実際僕が店舗で買ったものについてはアルファベットでロイベっていう風に刺繍がされておりました。最後3つ目の特徴がサイズ感になります。このシャツ自体は少し大きめにできておりますので、もうバサッと羽織ることができるようになってます。で、生地自体もコットンなので本当にサラッとしてます。まあ、これがもう夏真っ盛りというか、かなり暑くなるシーズンではあるんですけど、1枚上に羽織って、まあ、日差しを避けるみたいな、そういう感じで使うこともできるかなというところになっております。あとは横側の部分ですね、ここにスリットも入ってますので、まあ、前身頃と後ろ身頃で若干こうこの長さも違うんですけれども、後ろの方が少し長めっていう形ですね。まあ、よくあるデザインではあるんですけども、ちょっとしたアクセントになってるかなと。で、かつオープンカラーということなんでですね、かなりさらっと着れるんじゃないかなというふうに思っております。では、実際に着てご紹介しようというふうに思います。はい、実際に着用してみました。サイズは39というサイズになっております。
一応お店の方では38と39どちらも試着をしてみたんですけど、結構こういうシャツってオーバーめに着られた方が少しこう使いやすいかなと思いましたので、なので少し大きめサイズをワンサイズ上げて39で購入しました。38でも私全然着れたので、普通の方であれば38とかでも問題ないかなというふうには思います。一見すると普通のスタンダードめなブルー系のシャツになるかなというふうにはまあ思うんですけれども、近くで見てみるとロイベっていうふうに至るところに刺繍が入っていたりとか、このあたりのこだわりポイントもなんか私としては好みな部分かなというふうには思います。はい、前だとこんな感じですね。横だとこんな感じです。後ろはこうですね。はい。こんな感じにすると分かりやすいですけども、前と後ろで若干の段差がついているという部分ですね。ここも少し面白い部分かなというふうには思います。一応オープンカラーで前開けてるんですけども、前閉めてあげてもいいかなというところですね。はい、閉めるとこんな感じになります。本当にもうシンプルな、ボックスといいますか、ストーンと下まで落ちてるですね、シャツになってるかなという感じです。サイズ1サイズ上げているので身幅も結構広めではありますし、タイトめというよりは少しオーバーめなものではあるので羽織りやすいかなというところですね。袖の長さは、こんな感じですね。でルイのシャツって袖のデザインも結構特徴があることが、多いんですが、このシャツに関しては、本当スタンダードな袖のデザインになっているかなというところですね。ここにワンポイントでボタンがあって、これを取ると普通に袖がまくれるようになっているという形になってます。前にご紹介したグースシャツとかですね、あとはレディースのシャツとかになってくると、ここが折り返された形でここでさらにボタンが止まっているとかですね、少しこう変わったそういうデザインもある中で、このシャツに関しては、値段もロイベの中だとそんなに高くないシャツではあるので、ここに関してもかなりシンプルに作られている形になるのかなというふうには思います。ただボタンも一つ一つこだわりが詰まっていて、ちょっと見にくいんですけど、このボタンのちょっと側面にはですね、一つ一つ必ずロイベってアルファベットで彫ってあったりとか、本当にこの刺繍もそうなんですけども、そこ以外含めても全体的にかなり作り込まれているようなシャツになるかなというふうには思います。私がこれを買った理由なんですけども、まず1点目が主張がそこまで強くないということですね。いやらしくブランド物感が出ていないというところはかなりいいポイントかなというふうには思います。よく見るとロエベって書いてあるんですが、一見するとただのシンプルなストライプシャツ、白目のシャツ、ブルー系のシャツみたいなイメージになるんですが、実際これはロイベのものだというところで、かつよくよく見てみると、やっぱこういう裏側の部分とかですね、こう刺繍とかもこのこだわりなんかについても本当に知ってる人というか、説明をするというか、そこまですると初めて見えてくる、そんなところがいい特徴ポイントになっているようなシャツかなと思って、これはまず一つ良かったなというポイントです。もう一点目が、私が今履いてるパンツですね。こちら前にちょっとご紹介したマルニのパッチワークデニムですね。はい、こちらになります。このデニムパンツって、これ単体で使うと、なかなか難しい部分もあるんですが、同系色系でかつストライプシャツみたいなところと合わせてあげたりすると、結構これがハマりやすいなというところで、前まではアンユーズドの 18SS の、オーバーサイズのを着てたんですけど、ちょっとそれがなくなってしまったので、新しく探していたところ、今回 21AW で、ルエベの方からですね、このシャツが出ていましたので、ちょうどいいなというふうに思って買ったというところになっております。僕自身横のボーダーよりも縦のストライプとかの方が気に入っているというところと、そっちの方がシュッと見えるという効果ですね、よくネットで調べたりすると出てくると思いますけども、あの辺りも気にして、ストライプはかなり好きかなというところで、今回これを選んでみたというところでなっております。服の価値って人によって違うと思うんですが、やっぱりどれだけ日常で使えるのかっていう部分に関しても、お金払うのかっていう時にはですね、重要なポイントになってくるかなと思うので、そういう点だと使う幅が広いシャツっていうのはコストパフォーマンスっていう点でもいいんじゃないかなというところが、このシャツのまとめになります。はい、といった形で本日はロイベのジャガドオープンカラーシャツをご紹介しました。もし動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価といただけますと嬉しいです。ではまた。